さあ、今週はね、はい、ペペロンチーノ、料理の腕が全て、ペペロンチーノじゃなくて、あ、そうですよ、なんでしょう、なんだっけ、もう忘れてるんですよ、オリオーレエロエラエロ、あ、全然違う、ダメダメダメ、アイオーリオエペペロンチーノ、アイオーリオエペペロンチーノ、アイオーリオエペペロンチーノ、正しくは、はい、皆様英語だけじゃなくて日本語はちゃんと、あ、日本語じゃない、イタリア語はちゃんと話せますよっていうことで、はい、ペペロンチーノ、素晴らしい。では、アーリオはどっちですか？アーリオはこれです。ニンニクです。ニンニクですね。ただね。はい、さっきだってスライスが入ってましたよね。ところが2種類、うん。スライスだけじゃなくてみじん切りも入ってる。で、そこで浜谷さんに、はい、スライスをやってもらう。はい、わかりました。はい。だいたい一かけぐらいにしておきましょうか。一かけぐらいでいいんですか？一、はい、人前だから。一人前でそのぐらいにしておきましょう。うん、はい。あ。スライス、あ、こうじゃないの、あ、じゃなくて、これはね、丸ごとじゃないとダメ。え、すいませんね、すいませんね、もうついていきます、これね、OK、なるべく薄いのがいいんですか？薄くやってもらえると、はい、はい、どうぞ。これ大丈夫ですよ。このぐらい薄くていいですか？はい、混入を入れて、はい、混入入れてって、はい、最初は少なめにエクストラも入れる、エキストラバージンを入れる、そう入れる、ここで香りをつける、はい、ね、まず最初はスライスの方入れてっちゃいますね、はい、ニンニクのスライス、スライスの方入れてって、うん、でこれ炒めます。やっぱりだって焦がしちゃったらダメですね。ダメ、ね、だから1本手前でそれも計算になっちゃうけど、うん、もうニンニク薄さで、ニンニク大体こんなもんでもう色ついてる、はいはい、ついてます、そうすると1回ね、こうやって開けてニンニクを、ニンニク唐辛子を、ね、はい、中に入れていっちゃう、はい、ここでもうパセリ入るんですか？パセリ入っちゃう、もうすごいニンニクの匂い、うん、もう余熱だけで結構、これはね、温度下げてる、これみじん切りですよね、みじん切り、みじん切りなんで今出すのかって言ったら、はい、さっき出してた焦げてんの、そうか、はい、ちっちゃいから、はい、その分って、はい、ニンニク、あの大きい方に比べて、うん、でこうやってこれだけで美味しそう。ニンニクって感じ、はい、そしてエクストラをまた足す、ここで仕上げる、仕上げる、もうこれ仕上げなんですか？油を、うん、油を仕上げるってこと、はい、それと塩と、今日使うパスタは何ミリなんですか？ 1.7 です。 1.7、うん、じゃあまあ塩はいっぱい入れます。気持ちどうですか？いいじゃないですか。はい。浜さん間違えてますね。何？ 1.6 です。あ、1.6。はい。はい、失礼しました。大丈夫。はい。キュッ。はい。火加減はどのぐらいが？ずっと弱火。ずっと弱火。ずっと弱火じゃないとダメ。あの油の温度をあんまり変えると匂いも変わってくるんですよ、はい、油自体が。じゃあもうずっと最初から最後まで弱火、弱火でいくのが一番です。そして最後もうおろしちゃった方がいい。そうそうそう、炒めるものじゃないんですから。ここで一番大事なポイントを、やっていきますけど、一番大事なのは茹で汁を中に入れてちゃう。ここでスパゲッティのこのお湯を足すんですか？そう、茹で汁を入れてちゃう。もういいと思います。もう大丈夫ですか？はい、茹で汁を足すことによってニンニクを少し柔らかくする。うん。あ、で、そうか。今すごくあのもうチップみたいになってます。オニオンチップみたいになってますかね。これが食べてみてください。ちょっとどうですか？大丈夫。大丈夫。うん、
やっぱうまいですね、何度も何度もやると。素晴らしい。でここでもまたこうやって茹で汁をまた足していく、ね、じゃあこのソースをスパゲッティのお湯でなんかこう伸ばしていくっていう感じですよね。でこの時点ではもう絡めて絡める、はい、火に当てないからね。火は何にも当てない。今まだ火消えてます。そうそうそう。どうですか濱家さん。素晴らしいですねこれは。あともう盛り付けるだけ。あと盛り付けるだけなんです。っていうことはポイントはスパゲッティのお湯を汁を入れること。入れること中に、うん。そこでまたちょっと塩分も足されますよね。こっちが塩分が強いと、うん、ここも塩分が強くなるから、うん、その辺計算するように。うん、で結局最後まで火は使わない。使わなかった。あのねこれ大事なことなんだけど、この上で火をつけたままでやろうとする人いっぱいいるの、うんうん、ペペロンチーノっていう、こうペペロンチーノって名前出てくるとこう炒めるっていうことを考えるのね、はい、みんな。ところが我々って中華やってるわけじゃなくて、イタリアン料理なんで、はい、麺を火に当てない。この料理は料理人の腕です。